はいどうもこちらまさんです。はいどうもこしなです。はい今回も、はい、立ち幅跳び世界チャンピオンのジャンプ力がやばい。おネタネタマー君エコスクっとうからな。あまたあの普通の人、あのサングラスの、全然普通じゃないあいつ。そう予想ったよな。ああいうサングラスかけるやつほんま心情ぐらいあるだろ。え何やったの影うわーすげえやんこれ。ほら 見てなかったさっきの。ほら見とってよあの、右からキャノンに来るから、ほらうわすげえこれ、だからこれがだから立ち幅跳び世界チャンピオンってことや。あーそういうこと、すごくない？うーわすごめっちゃすごいやんこのコース。あの振動で飛ぶという。そう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 、すごいな。マー君天才説やな。やば、うん、あーくんちょっと尊敬してたもんね最近。なんでこんなのが思い浮かぶか分からんすね、ちょっとちゃう、こんだけ目細いけどな。はいじゃあ次ね、いいねランキング普通の8位の、はい、ルームガントレットチャレンジ2ルークさん、ちょっと目力がすごいですねこの人はね。すっごい見てくるな、うん、怖いわ。怖いなルーク。はいこれきたー、これ楽勝ちゃう。はあこれも何もないような感じが、これだけかな。おあーまあ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 、あこういうコースちょうどやり直さなあかんと。テンポよく、はい、あもうこれテンポよくいかなあかんな。はい、いったよ。いしょーこれだけ。おあーちょっと変わりだした。はあ、ははあ、これ落ちずに、うわこれ腰じゃんやったら多分パニックっとうとこやけど。いやパニックってはないですけど、多分な、多分無理は思うんやけど、俺クラスになったらこんなあてか言っとったらこうなるよな。よしタイミングよく、あ行ったなこれ。きゃよいしょー、よしゲイ。ここ簡単ですよ。あ行きます。ああちょっと届くようにしとってくれよな。確かにこれ作ってそれしてもだもう終わりやけどこのコース。えおいた、よっしゃー。あーここもね、はあうわおいよし。あーこれ、あうわーむず。あそこもうちょい前じゃねえとあかんのか。ギリギリまで多分な、切れていけるんやろな。おーっしゃいった。上に行く。オッケーオッケー。おし。くそ。むずいか。あ、直接も。そっちから。いった。いった。オッケー。さっきも地味に背面飛びね。前さん得意の、あれも基本なんか、みんなまぐれてさ俺やっとうと思ったかもしれんけど、ここ結構むずくないこれやばいな。これなんかあるんじゃないブロックない。どうやってやるの。どういうことこれ。おないわ。あダッシュしていくってことこれもしかして。あーそういうことか、そういうこと。うわーはめられた。あいた。赤ここがなんか滑るぞ。じゃオッケー。よっしゃー。よっしゃー。ん？は？あ。お。これ踏めた。で？わ。やばいな。しゃあ、一発。あれも背面来た。狙ってますからね。若干、あれ、ちょっとまぐれっぽかったけど違うかな。違うやな、それが。ぽく見えるやんけど、ああ、これ上、無理じゃないですか。そう見えてまうわけよ、やっぱ素人には。ね、プロから見たら、マリオ分かっとう人から見たら、すげえな、こいつってなっとったの。ほんまに。こんな逸材、こんなの隠れとったんかって多分なっとうもん、マリオメーカー界で。やばいな。欲しいな、思うで。さりげなかったもんな、さっきの背面。はい、どうやろ、どれだけさりげなくできるかで背面ジャンプって、その分かりやすくしそうやつやっぱ下手なわけ。正直狙っとんやなって分かってまうけど、俺みたいなレベルやったら、狙っとと狙ってんのレベルにないからな。
そこに気づけたらやっぱりそれはすごい、うん、あかんね見る目あるなって俺も思うで。いや見えてくるな。おおー、いった。オッケー、しゃ結局クリアしますよ。長いし難しいし、うわ、ここ、これいって渋い。おぉ、はい、パス。やばいな、もうこの辺からもうテクテッドから。さっきは早めにジャンプ入れなかったんですね。ああ、そういうことな、うん、ああこれドアあるパターンゲ。マジでドアあるやろこれは。ほら、背面ジャンプだから入れるか入れへんか、その全て全部俺計算でやっとうから。ああそうか、そうそう、あそこは入れんかったと、もう最初から、うん、そうやな、決めとったと。これ分かっとうか分かってへんかがやっぱり全然プレイングとかに出てくるな。おいったね。ああ惜しい。惜しいもやっぱそういうプレイングができるようになったらな、うん、全然変わってくるから世界が。ああやっぱ、うん、広くなってくると、うん、広がるな。もう大陸で言ったらほんまに世界を行けるか、どっかの一大陸だけを満足しようか、どっちかやから。おしゃれなんかまで言ったらもうバチカン四国ぐらいしか多分行ってない。正直前さんはユーラシア大陸ぐらい。ユーラシア大陸は超えとんな。あ、マジで、うん、世界一周しとうかな、もう俺。あ、もう一周してもだ、うん、してもだな。それぐらいの今もうプレイング誇るから、うん、うまい、しゃ長いな。やばいって前さん、これ。慎重に行こう。チッ。まあでもまだ100秒ある。もうでもこれぐらいじゃない。これとあとラストぐらいじゃない。多分な。うまい。うわーい。こういう焦らす。焦らすな。最後で焦らしてくるな。慎重に行こう。ここで俺の進化を見せる時が来たな。あーさっきみたいにここで決めてくれるんでしょうね。ちゃうやんけって思うやん、うん、そこも覆したかもしれんね。俺はどう、期待を裏切るっていうのがやっぱり大事だから、うん、こういう動画においては、うん、うわいやまあでもまだまだまだうまい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 、ここはうわー、これむずいなんやこれ急に。さっきまで調子こいとったけど、マジで中間とかなかったんじゃない。ないでこれマジで、やばいってこれマジで。さっきのはうまくいったけどさ、結構長いしな。あーあの勢いのいけってことか。これこれ中間とかないのマジでな。え、なかったくない。終わったよー。さあなかったくさいよな。うん、うわ、いった。うわー、土管見えた。ここはな、慎重に。おーし、よし、とりあえずあの上に乗って。これなんやこれ。うわ、やば、マジ。うわあの、あそこめっちゃむずくない？上乗れんの。あそこ上？あのバネ、最後から2本目の一番上、高かったとこ乗れんか。あ、乗れた。オッケー、いや、いった。こちらのアドバイス役立った。よかった、ありがとう。当たったわ。さっきの感謝やわ。こっちに初めて感謝した俺的確なアドバイスだと。よっしゃ、よかった。あ、ゴール見えた。おいおい、よし、おい、ダッシュのダッシュのゴール、おー、よいしょー、来たー。よっしゃー。いやー難しかった。あー結構タイム残っとったっすね、うん、結構後半早かった。やばいな。こうしたのはずね、このコースはちょっと無理。いやー、まあ手こずるでしょうね。いや無理やろ、こうしたこれ手こずるじゃなくて、いやーそこは無理やろ、こうしたん無理かな。うん、多分無理は思うで、これは結構むずいもん。むずいな、さっきベストクリア早すぎやけどな。
1分52やからな。やばいな。いやー、あーまあまあまあベストクリアの人にはな、まあ俺もあと 2,3 回やったらでも超えれるやろなとは正直思っとくよな。まあまあそんなめっちゃ差はないっすからね。うん、差はないな、そんなに、うん、まあ2倍ぐらいもんな言うて、うん、全然やろ。はい、というわけで今回はこれで終わりたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。